より少ない労働時間で多くの売上を上げることができてしまうってそういったメリットがあるわけですよこんにちはヒルタルフィリップ太郎ですいつも私の動画ご覧いただきありがとうございます 初めて私のチャンネルをご覧になる方は、ぜひチャンネル登録お願いします。あとこの動画にもね、いいねの高評価を押していただけると、えー、めちゃくちゃ嬉しいです。はい。という形でね、今日も YouTube チャンネル始めていきたいんですけれども、えー、今日のお話はですね、えー、コーチ、コンサルタントの方が、えー、どうやってネット上から自動的に売り上げを上げることができるか、自動的にね、その売り上げであったり収入を得ることができるのかってね、えー、そういったテーマでお話をしていきたいと思いますので、あなたがすでにコーチ、コンサルをね、あの、お仕事に、ね、されているんだけれども、もうちょっとなんかね、 売上自動化できはい。でね、実際に私の、えー、クライアント様の中ですごく多いのが、もう何かしらね、そのコーチ、コンサルのね、お仕事をされている。まあ、つまりその自分の知識を、えー、クライアント様、まあ様々な業種でねあの、いろんなお客様がいらっしゃるんですけれども、そのやっぱそのコーチ、もしくはそのコンサルタントっていう形で自分の知識をね、今だったらズームとかネット上で、そのね、お客様に、ね、対面で、 であったり、グループであったり、まあ、対面というか1対1であったり、グループであったり、えー、提供して、まあ、ネット上からお金をいただくことも可能なね、まあ、素晴らしい職業ですよね。で、実際私もね、まあコンサルタントなわけですよ。ウェブ集客コンサルタントですので、まあ、そういった中小企業の経営者の方で、えー、広告であったり、マーケティングであったりね、オンライン上でその売り上げを上げたい、集客したいっていう方のね、私がやってることをね、お伝えして、まあ、その代わりお金をいただいてるという私もね、コンサルタントの仕事をしているわけですよ。 ただ、私がね、そのね、なぜこうやって自由な生活ができているのかというとですね、やっぱそのね、自動化、収入を自動化できる仕組みを作ってるからなんですよ。やっぱそのね、自動的にお客様が集まって、自分が何もしなくてもしっかり売り上げが上がる。まあ、必ずしも一対一でズームとかでね、セッションをしなくてもお客様が喜んで私にお金を払っていただいて、私のオンライン講座とかにね、お金を払っていただけるので、私が自分で働いていない時間もですね、そのお客様に対価を 提供してお金をいただくってことができるわけですよ。まあ、それをねやりたいっていう方がすごく多いので、まあ、ちょっと今回のね YouTube 動画撮らせていただきました。ねまあコーチコンサルって仕事がありまして、まあ、これはすごくいい仕事なわけですよ。別に一人でもできるし、家からでもで,できるしですね。別にそのなんか年齢の関係なく、そのね自分の知識に需要がある限りですね、まあ、死ぬまでライフワークとしても続けられるね本当に素晴らしい職業だと思いますので、この仕事をねずっとライフワークとしてやっておこうかなっていうふうに思ってます。でこのね。 コーチコンサルの特徴ってのはやっぱりそうね今であればまあ Zoom とかオンラインねあの会議システムを使って、まあ、そのネット上でまあ1対1でねこのコンサルをしてで、ね、まあそのお金をいただくわけじゃないですか。で皆さんおっしゃるのが、まあ、そのネット上でできるのはねどこからでも仕事ができて。 ね、できるのはいいんだけれども、そのやっぱりそのね、売り上げが増えると、つまりクライアントさんを増やすと、その分ね、労働時間が増えるわけですよ。まあ、結局ネット上でね、お仕事が完結しているとはいえ、結局自分の労働をしないと売り上げが入ってこないっていう方にね、ということにですね、すごく危機感を抱いてる方が多いわけですよ。で、皆さんこういった方がね、どうやって集客をね、あの、こういったセッションとか契約をね、クライアントさんを集めているかっていうと、まあ、やっぱりその SNS ですよね、Facebook とかインスタであったり、 まあ YouTube。まあ YouTube もまあね、SNS みたいなもんですけど、ね、YouTube に動画をアップして、そこでちょっと人気を集めてえ、よかったらね、個別でね、セッションしていますんで、よかったらクライアントになれませんか何十万円ですよとか何百万円ですよとかね、値段は様々だと思うんですけど、YouTube 経営なんかもいいですよね。えもしくはそのライブ配信。まあこれも SNS とか YouTube とかにね、あの、含まれてると思うんですけれどもえ、ライブ配信であったり、まあそのね、もちろんブログとか、ね、ホームページっていうものがあって、まあそういったね、 こういった集客活動をすることによって、ね、自分のね、あの何かしらね、あの、私コンサルしますよとか無料でセッションしますよみたいな、えー、そういった動線に誘導して、まあ1対1で、えー、ね、えー、面談をするっていう形で、そのね、お金をいただくわけじゃないですか。 ね、こ,れのこれもいいんですけれども、まあ、結局ねそのこういったソーシャルメディアを頑張って更新する YouTube に動画をアップするとかライブ配信をやるとかブログをやるってこれも結局全て自動あの手動なわけですよこれもその自,分の自分が労働しないとできないわけなんですねでもちろん僕もねこれ全てやってますよ、まあ、別にこういったことをやるのも楽しいですし、ね、やっぱそういったこういった YouTube 動画をねあの配信したいとかライブ配信をしたいとかブログをやったりねなんかソーシャルメディアに投稿する やっぱその楽しいでですのでもちろんねこれは僕もねあのこういった活動をしていく限り、えー、死ぬまでやっていきますけれども,でも集客源がこれしかない。 集客源がこれしかなくて、なおかつ売り上げも、その自分で、そのお客様と自分でセッションをしたり、無料セッションをしたりとかね、実際にお金をいただいて、まあ週に、毎週とかね、月に何回かとかね、そういった契約で、セッションをしたり、何かしら講演をするとかね、そういった結局これって全て自分が働かないと何もね、起こらないっていう、そういったシステムじゃないですか。 まあ、これでもいいんですけども、その自分が働かないと何もね、動かないよって、そういった、そういったビジネスの集客源であったりね、あの収益源からは、ちょっとやっぱ抜け出してほしいわけですよ。これだけに、ね、とどまらないでほしいわけです。で、そのためにはどうすればいいのか、ね、そのためにどうすればいいんですかっていね、クライアント様は私のところにたくさんいらっしゃるんですけど、やっぱりね、そこで必要になるのが、やっぱそのコンテンツなわけですよ。 コンテンツね。まあ、デジタルコンテンツというものをね、ネット上で配布できるコンテンツというものはね、まあ、こういったね、あの、ライブ配信とか動画とかブログとかもデジタルコンテンツですけれども、まあ、こういったソーシャルメディアとかね、あの、ネット上で無料で見れるものだけじゃなくてですね、そのやっぱりそのリストを獲得するっていうことがね、非常に大切なわけです。はい。ね、リスト、やっぱりこういったコンサルコーチ、コンサルの方に話を聞いてもですね、そのあんまりリスト持ってないぞと。ちょっと昔持ってないんで、持ってたんだけれども、いや最近 あんまりリストが集まらなくてね、いやブログでやってたんだけれども、あんま最近リストがね、SEO の関係でリストが集まらなくなってとかね、Facebook でやってたんだけど、リストが集まらなくなってえみたいな形で、なんかあんまりやっぱりリストをちゃんとね、集められていない。それですごくなんか友達から、友達というかね、CDI いのご紹介からね、 お仕事をいただいてるとか、まあ、ご紹介もすごくいい売り上げのアップの方法だと思うんですけど、やっぱそれだけだと厳しいじゃないですか。ね、その人に紹介してもらって初めてね、そうなんかお金がいただけるみたいな、それだけだとやっぱきついわけですよ。なので、そのコンテンツが必要なわけですよ。やっぱコンテンツを作ることから逃げないでほしいなっていうふうに思います。で、私なんかもね、昔からね、いろんなコンテンツをたくさん作っているので、今みたいに別にね、そのなんか直接ね、こういったコンサル、まあほ私ほとんど対面のコン、対面っていうかね、 一対一のコンサルって今ほとんど取、えー、っていないわけですよ。なぜかっていうと僕のね、オンライン講座であったりね、一回動画を撮ってしまえば、あとはいくらでも自動的にね、それをね、僕の録画が教えてね、あの、勝手にね、 コンテンツを提供できるっていうオンライン講座であったり、オンラインコミュニティというものがありますので、僕はね、そのコミュニティの会員さんにウェビナーをしたりとか、グループでね、いろいろコンテンツを提供したいとか、そういう形で、そのね、1対1じゃなくて、1対複数の人にね、1回こういった録画を撮ってしまえば、1回コンテンツを撮ってしまえば、たくさんの方に同時にね、コンテンツノウハウをお届けできるっていうのが、本当にね、その自分の労働時間を減らして、なおかつたくさんのお客様を集めて売り上げをね、アップして自動化できるっていうふうな まその秘訣なわけですよ、まあ、なのでしっかりコンテンツを作ってリストを集めましょうというふうなお話なわけです。で僕なんかの場合もその昔からねいろんなコンテンツを作っていますけれども、まあ、最近であれば自分のコンテンツをまとめてねこういった書籍にねこの数年間というか、まあ、この12年ぐらい販売させていただいてるんですけれども、まあ、こういったコンテンツがあるので1対1でお話をしなくてもですねえ僕の本を読んでいただいた方が僕のファンになっていただいてえさらにオンライン講座に入っていただいたりコミュニに入っていただいたり に入っていただいたいってていいいいたただう形で僕が直接やり取りをしなくても売り上げがね、自動的に入ってくるような仕組みをつくめているわけですよ。なので、もしあなたがコーチコンサルをやられていて、あの、無料で,でき提供できる何かね、あの、コンテンツとか、 もしくは私のこの本のように、すごく安い価格でお試しできるような、そういったお試し商品、フロントエンド商品っていうんですけど、そういうのがな,なければ、必ずそういったいや無料の商品、安い商品ってのを必ず作るようにしてください。これを作るしかもないわけですよ。で、私なんかもね、昔からよくやってるのが、そのね、PDF を作るわけですよ。 ね、オンラインで集客する方法とかね、Facebook 広告をね、えー、使う方法とかね、やっぱ世の中の人が知りたいことをね、そのやっぱりその敏感に一応嗅ぎ取って、そのね、まあそのよご要望に応えられるようなコンテンツをね、PDF で無料でね、あの配布するわけですよ。まあ、これを、これすらやられてる方とか非常に少ないですよね。ただメルマガ登録してくださいみたいな人はいるかもしれませんけれども、そのメルマガ登録してくださいとか言われても、お前誰やねんという形でね、そんな別にでもメルマガとかどうでもいいやって話になるわけじゃないですか。でもこれ を無料で差し上げますよと私の,、ね、そのコ,ンサルコ,コーチコンサルの、ね、ノウハウを全て書き記した自分の、ね、肝を、ね、ちょっと実際に有料で販売できるものなんだけれどもそれを無料で、ね、配りますっていうとそのやっぱりそのリストが集まるわけですよ。ね ネットのネットオンラインビジネスの基本ってのは何かを無料で提供することによって、まあ、その代わりに、ね、あのお客様の連絡先、ね、基本はメールアドレスですよね、えー、メールアドレスを手に入れて、まあ、そこから、ね、あのメールを送っていくことによってです、ねまあ、そのお金が手に入るっていうのは、ね、全ての基本なわけじゃないですかなので私もよく行っているのがまずこうやって PDF でねそのなんかこれ、えー、っと欲しければメールアドレス入れていただければ、ね、この、ね、PDF 差し上げますよってそういったランディングページ 私もこういった YouTube とかいろんなところにね貼ってるわけじゃないですかもしくはその本いかがですかみたいなねそういったすごくハードルが低い。 だけれども、そのね、ちょっと何かしらメールアドレスを入れるとか安いお金を払うみたいな、そういったちょっとしたハードルを超えないと、ね、手に入らないようなものね、そういった無料コンテンツ、価値ある無料コンテンツを提供しているわけですよ。で、そこから先に、ね、あの、まあ、いろんなやり方はありますね。そこからどうするかっていう話でメールを送りながらね、またちゃんと商品セールスし,かし,て,していかないといけないんですけど、えー、もちろんいきなりね、 私とズームでお話をしませんかっていうね、っていう形で、まあ最低限でもね、そのやっぱりこういったコンサル、コーチコンサル活動をされている方、まあ最低限でも何かしらの PDF、何かしらね、まあいきなりビデオコンテンツ、音声コンテンツとかでもいいんですけれども、まあその PDF ってね、その,のね、 あの、ネット回線を使わなくても気軽に読めるコンテンツなわけじゃないですか。でね、文章を書くの大変ですけれども、まあ文字起こししてもらったりとかね、まあいろんな形でね、自分で頑張って書かなくてもね、作る方法はあります。まあこういった価値ある PDF コンテンツをえ作るわけですよ。で、そこでねそ、それを読んでもらうとちょっと自分のファンになる可能性があるわけじゃないですか。なので、そこから Zoom でちょっとお話をしませんかという形でね、え契約にね、あの、誘導するっていうのも一つのやり方です。まあ最速でね、売り上げアップしたい方はね、まあ最低 pdf 作ってそこかからでですすすねね自分と個別セッションしませんかっってていう形の、ね、あののあ面談にに誘導するってのも非常におすすめですここでね、もちろんお金取って、お金払った人だけ私とお話をするよっていうのも、えー、非常にいい方法ですね。で、私の場合は、そんないきなりね、PDF 読んだだけだと、私の場合はですけれども、PDF 読んだだけだと、まだちょっとね、俺と話すには早いみたいなね、ちょっとね、<laughs> あの偉そうにして申し訳ないんですけれども、まだ早いと思うわけですよ。なので、この PDF を手に入れてもらったらですね、えー、その後に例えば、 例えばその、ね、3000円ぐらい、ね、もっと安くてもいいですけれども、まあ、なんか3,000円ぐらいっていうねそんなあんまり考えずに、ね、買える。 価格帯ってあるわけじゃないですかやっぱりねあの人にもよりますし業種にもよるんですけれどもそのやっぱり数万円とかになってくると、まあ、ちょっと考えますよね特に個人とか中小企業のね,あのねお客様向けであればちょっとやっぱりそ、ね、少し勇気がいるわけですよでもまあ数百円とか3000円とか5000円以内まあ1万円以内とかであれば、まあ、気軽にねちょっとまあね別に損してもいいやとかね個人のね普通にカードでもいいやみたいな形で、まあ、気軽にお金を払えるわけじゃないですかなので今まで でね、有料でねお話をしてきた1対1でお話をしてきたことをそのねそのビデオにまとめてほしいわけですよ。 ね、別にライブ配信とか YouTube やられてる方であればね、全然そんな難しくないな、ないんじゃないかなっていうふうに思いますので、今まで1対1でしか教えてこなかったこと、まあ、たくさんの人にね、その自分が1回録画してしまえば、録画するのちょっと大変かもしれませんけれども、1回録画コンテンツを作ってしまえば、多くの人にね、自動的に見てもらえるような、えそういったコンテンツを作るわけですよ。ね、その PDF の内容をそのビデオにすればいいわけです。はい。 あの、特別なコンテンツ作る必要ないですので、この1対1でね、1対1で今までね、あの、お話ししてきたようなことを、まあ、それをね、PDF にするわけですよ。で、それをまたね、ビデオ化する、まあ、音声でもいいですけど、えー、ビデオ化することによってですね、ちょっと3000円のお試し講座、ね、 お試し講座いかがですかみたいな形で、まずちょっとね、あの、お客様をちょっと次のステップに行かせるわけですよ。まあそうすると、まあ3000円のね、お金も入るわけじゃないですか。自分が何もね、あの、労働をしなくても、一回最初作るのにちょっと大変かもしれませんけど、一回作っちゃえば、ね、あとはそれはね、いくらそれを売っても別にコストがかかるわけではないので、DVD とかでもないので、今の時代ね、DVD なんでそもそも入れ見れないですから、ね、普通になんか微妙にアップするとか、YouTube に限定公開でアップするとかでも結構ですし、まあ私は会員さん サイトシステムね、カジュアル言っていうのを使って、まあログインできないとね。 オンライン講座見れないようにしてるんですけれども、まあそこまでやりたい人はやってもいいですし、最初そこまでちょっとお金、ね、使うの大変であれば you、ね、YouTube に限定公開でアップする、ビメオとかにアップするでもだけでも全然ね、オンライン講座ってできますので、まあ、簡単に作ってほしいなっていうふうに思います。で、ね、できればですけれども、まあ3000円だとちょっとね、あの、お客様にはすごくメリットがあるんですけれども、まあこちらにとってはちょっと安いかなって話になるわけじゃないですか。なので、ね、最初、このね、なぜ3000円とか、すごく5000円以下数百円とかでもいいんですけれども、安い価格で、 で販売をするかっていうとこれは本当にお試しなわけですよここで利益を取ろうと思っちゃいけないわけです。ね、特に後でちょっと広告の話もしますけれども、あの広告を使ったりすると当然コストがかかるので、ね、別に最初お金にならなくてもいいわけですよ。でなぜかっていうと、この先にまたですね、私のおすすめとしては、そのね、ビデオ講座、ね、これが初級編だったら上級編とか作ればいいわけですよ。まあ、これはね、初心者向けにして、 まあ、こっちはね、中級でもな、上級でも何でもいいんですけれども、まあ、ね、最初3000円なんで、めちゃくちゃそんなね、長い講座作る必要ありませんので、まあ、1、日時間とかのね、あの、ビデオコンテンツだけでも全然十分です。はい。ね、とか、音声コンテンツとかだけでもいいですし、という形でちょっと気軽に作ってほしいなと思います。で、それを買っていただいた方が、さらにじゃあ、詳しいことを学びたくありませんかと。ね、まあ、ここで、まあ、基礎的なお話をしたんですけれども、じゃあ、もっと私がね、あの、上級者に教えてるような 私のね実際のなんか例えばお客様の事例とか、ね、なんか特別なねさらに上級者向けのあなたが早く結果を出せるようなコンテンツなんかテンプレートをお伝えしますよとかノウハウをお伝えしますよとかいろんな事例をお伝えしますよみたいなそのね なんか、たくさん学びましょうっていうよりかは、早く結果を出すことができるようなコンテンツってものがありますよと。で、それが、これが3000円だとしたら、やっぱりそのね、まあ2、3万円ぐらい取っていいと思うんですよ。ね、もっと高くても5万円とかね、10万円とかでも全然いいんですけれども、そのやっぱりその最初、利益が出ない商品、まあほとんど利益にならないようなフロントエンド商品を作るわけですよ。で、その上で、ね、まあこれを買った瞬間にすぐアップセルするってやり方もあれば、まあこれを買っていただいた方にね、また メールを送っていってこのね。また次の商品をね。あの作るってやり方もあります。やり方はいくらでもあるんですけど、できればやっぱそのこういった。2。3万円ぐらいの商品。もしくは5万円とか。最低でもこれぐらいの価格帯の商品があると、それやっぱビジネスってね。結構やっぱりあの売り上げがね。ま売、あ、るおうおう。 そのね、ちゃんと利益が出るわけですよ。ね、3000円の商品ばっかり売っててもきついですけれども、この3000円の商品を買っていただいた方の一定数が、やっぱこっちも買っていただけるわけですよ。ちゃんとオファーをすれば。 3, 円で、ね、ね学んでで、いたただきましたねとでこの講座の最後に、えー、よろしければこっちの講座もあるんですけどどうですかみたいなねあの、売り方はいくらでもありますけれども、そのやっぱり商品をね、ちょっと2つぐらい、ね、有料の商品2つぐらい作ると、ね、3000円で、まあ、気楽にね、ちょっとね、お試ししようかな、みたいな形ですごくやっぱり、まず、 お試しができるわけですよ。まあ、これもお試しなんですけれども、読んでいただいたからに、まあ、ちょっと動画バージョンもどうですか ?PDF の動画バージョンどうですかみたいな形で、ちょっとね、少しだけお金を取ると。ね。そうすると、やっぱり人はね、僕らのファンになりますので、じゃあ僕らからのメールもちゃんと読んでいただけるようになるわけですよ。そうすることによって、やっぱ人ってね、商品買った人からの連絡とかメールっていうのは結構やっぱりちゃんと読んでいただけるようになるわけなんですよ。という形でね、やっぱファンができるので、ちょっと次のレベルの講座もどうですかと。ね、まあ、もちろん も,もっとねグループ講座とかで数十万円とかねもっと高い口座を売っても全然いいですけれども、まあ、要はそのちゃんと利益が出る口座なんかもやっぱ売りやすくなるやっぱねあの商品買ったことがない人が数万円とか数十万円のね口座にお金払うってやっぱちょっと怖いわけじゃないですか。 ね、もしくはそのね、あの、本来は入るべきではないような人たちが、ね、なんかその、なんか、入ってきてしまって、結果出させろや、とかね、なんかちょっとクレームになってしまうような、ちょっとこちらが望んでいないお客さんなんかも入ってきてしまう可能性がね、やっぱあるわけ、なわけですよ。とり特に1対1でやってる場合も、やっぱりその売上げの柱がそんなないとですね、ちょっとこのお客さんあんま嫌だなと思って、まぁ、あ、ちょっと今月ちょっともうちょっと売上げが欲しいから、ま取、あ、るか、みたいな形で、ちょっと嫌なお客さんなんだけども、こっちが我慢して、ちゃんと毎週お話をして、ね なんかコンサルしなくちゃいけないみたいな。そういった話になっちゃうわけじゃないですか。で、僕の場合は、一応悪いですけど、お客さんをいくらでも断れるわけですよ。こういう人偉そうなんですけど、まあ、いろんなね、僕は収益の柱があるので、いきなりね、あの、ヒドさんコンサル受けさせてくださいって言っても、いやいや、あなたは私の本読みましたか私のオンライン講座ね、入り、ま、あの、受けましたか私のコミュニティ入りましたかそういった階段があるんで、それをいきなり一とっ飛びにね、乗り越えないでくださいと。まずこういったステップがあって、信頼関係をね、あの、 ちゃんと結んで、私が教えてるね、そのコンテンツで教えてることを、まずは最低限実践しないと、えー、私コンサル受けませんよ、みたいな、そういったすげえ殿,殿様商売が、えー、できるわけなんですよ。 なので、個別のコンサル契約、コーチ契約、セッションとかだけじゃなくて、PDF とかを無料で配ったり、ね、最初からね、こういった書籍をね、まあちょっと送料だけくださいって形でね、販売したりとか、まあ電子書籍で段階で有料でね、販売するのも全然ありなんですけども、すごくやっぱり安いお試し商品であったり、無料なね、あの商品からスタートして、まあ、すごくね、安い3000とか5000円以内の商品であったり、まあ数万円ぐらいの商品なんかがあるとですね、まあ、腰がこれがまた売り上げの柱になるわけですよ。 でこれをねあの買っていただいてね興味持っていただいてちょっと直接もっと教えてくださいとこれを見た上でちゃんとね僕らが。 お伝えしてるね、あの土台のコンセプト、土台のコンテンツは理解した上で、ちゃんと教育されたお客様が、ちょっとコンサル受けたいですとかね、えー、こちらからコンサル募集しますよとか、セッション募集しますよと言っても、まあ、ちゃんとね、僕らのことを知っていただいて、すごくファンになっていただいている方がですね、コンサルに入っていただけるので、まあ、すごくいいわけですよ。なので、もちろん最終的にはね、こういったコンサルであったり、お客様と直接お話をしてね、やっぱりそのサービスを提供する、価値を提供するってのが一番ですね、 売売り上を高額なね単価の商品も売りやすすいですし、まあ、自分もやっぱりそのお客様と直接やり取りができてそのやっぱ結果をね一番ねこういったコンサルが結果を出してもらいやすいですので、まあ、最終的にはこういったね高額である程度チャ高額なお金をチャージして、えー、個別のコンサルとかね少人数でのねグループセッションとかをね あの、行っていくのがね、確実な方法なので、別にコンテンツだけ販売して、こういったものはやらないでくださいねって話ではないです。でも、こういったコンテンツであったり、こういったコンテンツをね、売る仕組みがあれば、自分の働き方を変えられるわけですよ。それは例えばですけれども、まあ、お客様のその数をですね、 その減らすことができるわけですよ。いや、私もいろんな収入源あるんで、そんなたくさんもうコンサル取りませんよと。ね、あんまりたくさん,とんコ,ンコンサルのね、あのお客様を取っても、やっぱね、体力とか時間にも限界があるんで、あんまりいいサービスを提供できなくなっちゃうんで、ちょっとこれ以上お客様取りませんとか、今その何名しかそのね、クライアント様取りませんよみたいな形で、お客様の数を減らせるわけじゃないですか。そうするとやっぱり自分のね、時間が空くわけですよ。で、さらに、そのね、値段なんかも、 上げやすいです。はい。値段を上げられるっていう、そういったメリットがありますよね。そのやっぱその、これしか収益源がないと、やっぱ値段上げるの怖いじゃないですか。で値段上げると、そのね、お客様がいなくなってしまったりして、 じゃあ、売り上げないよ、みたいな話になってしまうので、値段上げるの怖いですよね。でも、他の収入源があればですね、そのお客様の数も下げられるし、値段を上げて、値段上げましたと、ね、これにもし、この値段に申し込める人、本気の人だけ申し込んでくださいね、みたいな。まあ、僕であれば、ビジネスをされている中小企業経営者、個人企業家の方が対象ですので、ある程度ちゃんとビジネスをやられていて、本当に01とかじゃなくて、ちゃんとビジネスをやられていて、ある程度、年少規模がないと、僕 とコンサルしても意味ないっすよみたいななのでそんな売り上げない人は僕のコンテンツ見てくださいねみたいな形で殿様商売ができてしまうわけですで本当にねそのお客様の質も上げることができてしまいますよね はいやっぱ値段を上げると、基本的にお客様の質ってのは上がりますんで、なぜかっていうと、やっぱのね、お金を持ってる方っていうのは、そのちゃんと真面目に行動しますし、お金をたくさん払ったことによってもね、さらに頑張ってね、えー、行動しますし、まあそういったね、本当に質がいいお客様だけをね、えー、対象にすることができるので、まあ、最終的にはこういったコンサルティングも受けるんだけれども、こういったいろんなね、あの、オンライン講座とかネット上で販売できるコンテンツがあることによって、他にも収入源ができるので、えー、こういったコンサルのね、あの、受け 数をを減らすここととももでででききるるるし値段上げのでより少ない労働時間で多くの売り上げを上げることができてしまうってそういったメリットがあるわけですよ。で本当にねその自分のコンテンツを通過して自分の本を読んでいただいたりね PDF とか。 電子書籍でも何でもいいですけど、そういった文章コンテンツ読んでいただいて、オンライン講座を受けていただいて、まあ、最低限のなんかね、ゼロから何もわかりません。ゼロから教えてくださいみたいな人毎回一からね、個別で教えるの超大変じゃないですか。私も昔やりましたけれども、なんかゼロからサイトの使い方とか、メール配信システムの使い方とかね、本当に広告の使い方を毎回ゼロから教えるのも、まあ、ちょっときついよな、と。同じことを教え続けるのきついよな、ということで、そのやっぱオンライン講座を作って、これを見た上で、最低限はやり方を理解した上で、で、わからない ことがあることとかさらにちょっと上のレベルを学びたい私から直接アドバイスを受けたいって人はえちょっと上の方にねちょっと高いですけど来てくださいねみたいな話で誘導ができるわけですよそうするとやっぱお客様の質がね上がるしこちらもすごく楽になるまあ、本当に理想のビジネスをすることが可能になるわけですねで最後もう一つだけね大切なポイントをお伝えしますとそやっぱり広告が打ちやすくなるんですよはい広告 ね、やっぱ、コーチコンサルやられてる方で、広告打つの怖いって方、非常に多いんじゃないかなというふうに思います。コーチコンサルに限らずね、ネット上で商売されていて、広告打ちたいって方、多いと思うんですけど、広告打つの怖いんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。僕も昔怖かったので、こういったオンライン講座がなかった頃なんて、広告なんて打てませんでしたからね。まあ、ちょっと打ってみても、なんかね、毎日こんな何千円とかなね、評価、消化され、どんどんね、お金が届けていくんだけども、これで本当にどれだけ意味あるんだろうみたいな、売り上げにいつつながるんだろうみたいな形で、広告をね、何日か流してね、ストップしてしまうみたいな。 こともあったわけなんですよでもこういったオンライン講座があれば、ね、僕なんてね、こういった安い価格の商品の売り上げなんてほとんど広告に費やしてますからね。その自分のコミュニティとかコンサルとか、僕はいろんな、ね、収入源があるので、まあ、そういった他の売り上げがあるので、自分のちゃんとね、給料であるとか、スタッフさんの給料とか、ちゃんと払えているんですけど、まあ、こういった安い商品とか、数万円の商品っていうのは、ある意味そ、ね、広告を流すための原資として考えればいいわけですよ。 ね、なので、その商品が個別セッション、個別コンサルしかないと、やっぱ広告を流せないので、やっぱ集客もできないですから、結局その自分で人力でね、作業をするとか、人に紹介をお願いするとかねえ、そういった形で集客をし続けるしかないわけですよ。で、そのちょっと大変かもしれませんけれども、その PDF 作ったり本を書いたりとかですね、まあネット上でお客様が勝手に受講していただけるようなコンテンツを作るとですね、まあここからちゃんと売り上げが上がるわけですので、えその売り上げをですね、本当にまた広告にかければ、 本当に自動的にさらにここにねたくさん人が集まってきてさらに売り上げが上がるし、まあ、そこから一定数の方がですね さらにちゃんとこっちの個別コンサルであったり、僕なんかはコミュニティがあるので、オンラインコミュニティがあるので、毎月ね、お金をいただけるような、えー、そういった仕組みもありますので、えー、僕なんかは、それやっぱコンテンツを作る目的ってのは、別にコンテンツ自体からしっかり利益を得ることじゃなくて、えー、コンテンツの売り上げはもうどんどん広告に回していきましょうと。ね、広告を流すための原資にして、それは溜め込まないで、どんどんお金をね、広告にジャブジャブ使って、どんどん新しいお客様を集めていけば、ね、ちゃんとかけた分だけリストが集まったり、 商品が売れててったりしてねどんどん新しいお客様が集まっていくのでその中からまたさらに一定数の方がねあの個別コンサルとかコミュニティとかそういったバックエンド商品にねあの申し込んでいただけるので、まあ、すごくビジネスが良い形でちゃんとお金を回しつつ新しいお客様入りつつちゃんと売り上げが上がりつつってねえそういった仕組みができますのでえもしあなたがそのコーチコンサルをね今されていてちょっと新しいお客様が ね、ちょっと集客に困ってますとかね。やっぱりその自分が働かないと売り上げが立たないってねえ。そういった状況で悩んでる方はですねえ、ぜひちょっと最初大変かもしれませんけども、こういった PDF をね、まず無料で配ってリストを集めながら、ちょっと安い商品を売る。でね、少しね、その後にちょっとちゃんと利益が出る商品を売るみたいな形で、まあ、複数の商品ラインナップ、ね、複数の価格の商品ラインナップをあることによって、まあ、お客様はね、しっかり え、階段を登ってきてくれるわけですよ。ね、いきなり今はゼロからボーンってね、高額商品みたいに登ってきてしまうと、だからどうしてもね、やっぱ嫌なお客さんからもね、お金を受け取らなくちゃいけなかったりとか、そのなんかすごくね、教えるのが大変だったりとか、やっぱそのいろんな良くないことが起こるんですよね。でも僕の場合は本当にお客様に一歩一歩ゼロからここに登ってきてくださいねって言えば、別にここで気,気が合わなかった方はですね、もう退場してくれるので、まあ、別に本当にね、僕のことを好きな人だけと直接お話ができる、えー、みたいな形でですね、まあ すごくね、あの、自分が。 楽であり、なおかつね、本当にね、売り上げが上がって、少ない労働時間でたくさんのね、収益を得,る得られるような、えー、そういったね、あのビジネスが完成するわけですよ。最初は大変かもしれませんけれども、まあ、一回作っちゃえば、それずっと使えますからね。まあ、僕の本なんかも、最初ね、2019年に書いて、まあ、そこからね、何度かリライトして内容を少しアップデートはしているんですけれども、まあ、一回書いちゃえば、まあ、少なくとも数年間ずっとそのコンテンツをね、売り続けることができるわけですよ。ね、もしちょっと時代に合わせてね、内容を変えるのであれば、ちょっとね、 そういった追加の解説ビデオをね、入れるとか、そういった多少ね、手こ入れをするだけでえ、ずっと同じコンテンツをネット上でね、販売し続けることができてしまうわけです。でね、そのやり方を詳しくもっと学びたい方は、え私の書籍、ソーシャルメディア動画ブランディングという本もね、引き続き送料だけで販売しをしておりますのでえ、ぜひまだ読んだことがない方はですね、まあ今の時代のオンラインビジネスでね、結果を出すためにぴったりの本ですので、えぜひまだ読んだことがない方は、ぜひね、ご注文いただければなというふうに思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録とこの動画にいいねの 高評価お願いしますあと感想とか何かご質問があればお気軽にコメント欄にね何でもご質問してください、えー、それではまた次回の動画でお会いしましょうじゃあねバイバーイ